はい、どうさん、こんにちはです。今回はこちらですね。さあ、最強ジャンプより何やらね、こう封筒が届きましたの、これを開封していきたいと思います。さあ、なんでしょうね、こちらね。この度は、応募者全員サービスにご応募いただき、ありがとうございました。これからも最強ジャンプをよろしくお願いいたします。最強ジャンプ編集部より。ということで、はい、そうなんですよ、実はこれね。応募者全員サービス、前回のね、最強ジャンプの、付録カードを開封したと思うんだよね。ゴジータズノとベジットブルーで、あれの時に、応募者全員サービスがあって、まあ応募すればその誰でももらえるよっていうカードね、それがついに届きました。はい、これすごい早かったよ今回。多分応募してから1週間経ってないよ激早で届いたんですが、はい、こちら、まずはね、これ映ってるのがベジットゼノの超フルパワーサイヤ人4限界突破ですね。はい、まあ、正確には最初が4で、チェンジすると SS4 フルパーになるというね、カードなんですけど、めちゃくちゃかっこいいな、これ。いやー、これね、ちょっと未開封でこう取っておきたいっていう気持ちもめちゃくちゃあるんですけど、まあね、今回はやっぱり、まあ、ヒーローズチャンネルなのでね、まあ、きっちり開封して、きっちり使っていきたいと思います。はい、これはね、なかなか強いから正直使うのが楽しみにしてたんですけど、はい、これこうやってビーって開けると多分白っていうか、このカードのここを傷つくから気をつけてください。これハサミで切ってからのこうやって取った方がいいね。はい、じゃあ見ていきますか、これね。はい、後ろにはね、こんな感じのやつがあって、最強無敵パックって書いてあるね。はい、かっこいいこれ。めっちゃかっこよくないこれ。はい、まずはベジットゼノ、いいね、このオーラがね、かっこいいですよね。はい、この体毛の色もね、やっぱりこう赤みがかってて、もうただの4とは違うんですよね、これ。スーパーサイジ4のベジットって、体毛の色がもうちょっと、あれじゃないですか。茶色っぽいんですけど、まあ、フルパワーのね、陶器をまとってるベジットは、こう体毛の色も赤くて、さらに髪の色も変化してますね。はい、黒から、もうゴジータのスーパーサイジ4みたいな髪の色になってます。はい、まあ、なんとも言えないよね、この形態ってね。込み上げる闘争心、戦闘力バトル終了時、敵チームの戦闘力5000ごとに自分のパワーが永続でプラス5000。はい、込み上げる闘争心なので、まあ、パワーがどんどん上がっていくんですけど、これに加えて、最強無敵アビリティで、2ラウンド目開始時、自分の気力を全回復し、パワーガード気力消費の戦闘力上昇率が永続で2倍になる。で、この最強無敵アビリティがマジで最強無敵なんだよね。これがもうあるだけで、このカード評価めちゃくちゃ上がってて、これ1ラウンドでパワー増強して、そっからさらにその上がったパワー2倍にできるから、そういうなんだろうね、パワーに関しても強いんだけど、記録全回復プラスアルファで戦闘力上昇率2倍なので、1人でこれ戦闘力6000出せるんですよね。で、さらにチェンジアクションで、記録ダメージを永続で受けなくなる、また敵のガードを無視して攻撃するという。はい、これ強いよね。だから火力は相当出せると思うんだ、これ。パワー上げて、後に貫通に、まあ貫通に近い効果持ってますので、まあかなり火力が出せる。なんて言うんだろう、その前回のさ、パラレルレアのベジットズノいたじゃん、これ。はい、こいつね、結構性能似てると思うんですけど、これよりかはね、強いんじゃないかな。これ、まあ自分はあくまでね、これよりは相当評価は高い。このカードって、まあ、敵の攻撃時だから、こう自分がこう先行取るとね、そのラウンドでは火力増えないじゃないですか。なんですけど、まあ、こっちのベジットゼノは、まあ、戦闘力バトルの終了時でパワー上がるから、そこもいいし、あとはまあそうだね、戦闘力も出せるし、なんだかんだでこっちの方が強いよね。はい、という感じの1枚ですね。かっけー。はい、カラーの暗黒王フュー。さあ、こちらはハイボルテージ持ってます。普通に使えますよね、これも。ハイボルテージで、あ、待ってね。岩盤クラッシュ持ってるね。はい、敵の軽減効果に 10% ダウン。はい、岩盤クラッシュ持ちで、ハイボルテージ。悪くない。これ、極限貫通しますからね。はい、ということで、まあ、暗黒オフ、かなり使いやすいかな、これ。まあ、カードイラストはね、シークレット版の方がいいかな。はい、で、初。はい、これね、ラスボスオンパレードだね。俺と一緒に夢を見ようじゃないか。
はい、ハーツ様がね、これ結構かっこいいですけどね、イラストも。頑強な精神で、バトル開始時自分が受けるダメージを 50% 軽減、絶対消しない永続。はい、結構使いやすいね。まあなんか、ボージャックの、ボージャック介護官みたいな感じだけど、そうだね、これにプラスで、あ、ぶっ飛びスイングを持ってるから、これ完全なるボージャック。で、まあ最強無敵アビリティももちろん持ってます。なかなかいいんじゃないかな、これ。しかもこれハーツってことはあれじゃない、極炎悟空とこれ合わせ技というか、まあ合わせられますよね。あの悟空もハーツがいると強くなるんで、はい、イラストに関してはこれシークレットよりもかっこいいね。こっちの方が普通にかっこいい気がする。なんかもうガチでディオにしか見えないんだよなこれガチでこれディオにしか見えないんだよ。あの声優が同じってのもあるんだけど、なんだろうな、イメージカラーも同じでしょ、黄色でしょ、ディオも黄色でしょ、で、まあ、喋り方もどことなく、まあ、ディオの落ち着いてる時に似てるし、あとなんだろうな、まあ、こっちは重力を操るけど、まあ、あっちは時を操るじゃん。もうめっちゃ似てんだよね。だからこのキャラがさ、ぶっちゃけそのジョジョの奇妙な冒険に出てても正直言っておかしくないと思うんだけど、グラビティフィナーレ。しかもなんだろう、このね、これわかるかな、あのアイズオブヘブンに出てくる天国に到達したディオっていうのがいいんだけど、それにもなんかすごい似てんだよなこれなんかすごい似てんだよね。これスカウター外したらまんまディオだからね。はい、からの暗黒を召しかぶら、あーこれはね、あーこれもシクレの方がかっこいいね。はい、領域持ってます。はい、これなんかあれだね、全体的にさ使えるアビリティしかないね。うん、強者の領域もね結構強いですからね今ね。はい、まあテリトリーなんだけど、これアタックにすると敵チームのアタッカー全記録を超ダウンする。はい、今回の身勝手の極意の置き出し、シークレットレアの悟空の対策カードですね。まあなんだけど、別になんだろう、あの悟空がいなくても正直その敵の記録すっからかになるんで、まあ、気絶がすごい狙いやすいんですよね。でこれとね、暗黒をメチカブラのシークレット版使えば、こう暗黒シェルノンあれ持ってるんで、これで気力空にしたとこに暗黒シェルノンで全員気絶狙ったりとか、まあいろんな戦略ができたりとかで、単純に気力がなくなるのが痛いから普通にこれ強い。で拡散エネルギー波持ってますね。ガーデン属マイナス3000、まあ普通だね。はい、という感じで、え、どう？これ結構強くね？なんか全体的に強いよね。まあこれだけね、味方キャラで他全員なんかヒーローズのこうストーリーのラスボスオンパレードみたいな感じだけど、みんなはどれが好きでしたか？こんな方とまあ自分はハーツですけどね。自分はハーツでした。その次にメチカブラでフューかな。なんかね、フューがパッとしない、なんだろう、敵って感じがしないんだよな。なんなんだろうね、普通にこれいいやつだよね。まあいいやつかどうか微妙なラインだけど、あ、なんかね、あんま悪って感じがしないんだよね。ちょっとサイコパスかかってるけど、ちょっと悪って感じがしなくて、まあメチカブラも完全悪だよねこれね。魔王なんでこいつは。でそういう意味合いではね、すごいこいつも好きだった。でも、まあ、ハーツかなやっぱ一番はね。こいつのね、あの強キャラ感と、まあそしてこのね声優とね、ね、重力を操る力、そして、これあれだよね、なんか見聞色の覇気みたいなことできるよね確か。あー違う、心を読むのか、心を読む、未来予知じゃないやあれ。だからなんかそこもね、ちょっと特殊能力持ってるから、そういうキャラ好きなんだよね。メチカブラはどっちかというと、まあただただこう戦闘力が高いってイメージだけど、でハーツが、まあ、そういう特殊能力持ちで、フューがねあんまりパッとしなかったねまあ多分また出てくるけどね、これタイムラビリンスからね、救出というか、まあ多分トアあたりが救出させて、まあまたね多分出てくるんだろうけど、その時に味方になるのかな。またなんか新しい敵勢力が出てきて、その時に味方になるんだろうね。っていう感じです。はい、まあということでね、今回これね、最強ジャンプの応募者全員サービス、かなりこれ豪華ですよね。これすごい豪華だし、まあ、前回のフロッカードね2枚、あ、アバター入れて3枚、あれもついてくるんですけど、あのカードもねちょっと使う予定があるんですが、あのゴジータゼノの海洋拳、スーパーサイジ4海洋拳が結構強いので、そんな感じでかなり今回豪華だなって思いました。はい、まあ、全体的にね、強いんですよねこれ普通に。まあ、なのでバトスタでも全然使える性能だし、そうだね、まあこのベジットゼノとかもねガンガン使っていきたいなって思いますこれ。
うん、どんぐらい火力出るかがね、結構これ楽しみだね。うん、最近軽減貼る敵ないからさ、多分これ普通に刺さるし、あの、ベニカメン編成しないデッキでもいいのかな。うん、そっちの方が逆にいいね。これベニカメン使っちゃうとなんかこれの長所がちょっと潰されちゃうから、うん、だったらもうベニカメンなしのデッキで、ちょっとやってみようかな。うん、最近本当にね、赤き仮面の祭神ありきになっちゃってるから、まあ、たまにはそれなしでバトスタやりたいし、いう感じです。はい。ということでね、もう皆さんも多分これね、そろそろ届いてると思うので、はい、ぜひね、これ、開封してみてください。はい。ということでね、ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。